ただいま。クランチュラ、お前生きていたのか。大爆発で消し飛んだとばかり思っていたが。ああ、以前爆弾邪面が5人になっただろう。地球でもしものことがあったらと思って。じゃあ !5 分の1だけ出陣してたのさ。つまりお前は2割引きのクランチュラか。それで元気がないのか。いや、落ち込んでいるのは、ゆうべヨドン皇帝から作戦失敗について、直々にお叱りを受けたからだ。直々に?おい、うん。お前皇帝陛下に直接お目にかかることができるのか?あ?どういう意味だ?僕には連絡が来るだけなんだぞ。お前、秘書官なのに会ったことないのか?ヨドン皇帝。オラディンに会え。え?僕がオラディンにですか?会って何を?言われたことだけやればよい。かしこまりました。人が輝くとき、そこに奇跡が生まれる。輝き、それは未来を変える戦士の証。きらめいっこー!でででででで、キラキラ輝くために僕らは巡り合ったと思うから、傷つき磨き上げ、魔神戦隊キラメイじゃ。まだ真っ白なスケッチブックを滑り始めた線、どこまでも行ける気がした。ドキドキのイマジンがエンジン、夢を描けど外の世界はみ出せないまま、実はもっと周りの目は気にせずに、叫び出したい、走り出したい、そう感じたならきらめこう。未来が始まる風を掴んで上昇、キラリキラメンタル、好きなことを信じる力、キラキラ輝くために僕らは巡り合ったと思うから、傷つき磨き上げ、魔神戦隊キラメイじゃ。私はこれを。私これこれ、今めちゃくちゃ話題なんですよね。この一週間ずっと楽しみにしてたの。ああ、申し訳ありません。こちらたった今品切れに。じゃあこっちで。かしこまりました。もっと落ち込んでどうしようって悩むかと思った。ひひひ、二番目三番目に美味しそうなのも目つけてたから。そこまで考えてたの？リレーの時でも誰かがアクシデントで交代になったらこうカバーしようって考えてるし、だから常にハイスピードで決断できるのね。へへ。そういや、社会人で陸上続けることにした時はダメなら湘南のハンバーグ屋さんで働くって決めてたんだ。ふん、あ、よどんな。見つけた。ぽい。キラメイチェンジ。オラディンに会いたいんだけど。王様に？何を企んでるの？はっ！ブキッ！さあ、いいな。どこにいるの？オラディンは。はぁ、パチッ！うわぁ！うわぁ！プシッ！プシッ！これは、一体、なにこれ？セナちゃんが、増えちゃった？
間違えた。クランチュラを分裂させた時のままになってた。やったー！私が吹いたー！前向き。オラディン王様はアタマルドっていう特別な世界にいるから会えないよー。残念でしたー。アタマルド、そういえばガルザがなんか言ってたな。ピシュー。ああ、逃げられたー。ピエーンと、とりあえず戻ろっか。そうだね。あれ?というわけで。おぉ !1、2、3。セナちゃんが持っていたキャラが5人に分かれたってことか。見渡す限りのセナお嬢様、感服です。ヨドンナはまた現れるよ。待ってないでパトロール行かない？私じっとしてるの我慢できない。いつにも増してせっかちだな。この腕の振りと腿の上がり具合、一は紛れもなく前のめりのアスリートのセナだ。この状況映えるよね。みんな撮るよ。イエーイ。カシャ。セナにはひたすら可愛いセナか。ちょっと静かにしてもらえますか。5人になった私がどう戦えるのか分析中なので。はぁ、セナさんはできる OL のセナか。ジュール、これでキラメイジャー10人になったから無敵だね。ヨドンヘイムなんか一気にやっつけられる。なんかもう嬉しくて泣けてきた。セナ4は感激屋のセナ。これもいい。じゃあセナさん5は5、あれ、そんな簡単にはいかないよ。どうしてそんなところにいるの？5人に増えたって力は5分の1になってるかもしれないし、それにキラメイチェンジャーも一つしか残らなかった。本当だ。本当だ。キラメンタルも5分の1になって、チェンジャーに拒絶されたのかもしれない。だとしたら、4人は変身できないから、むしろ戦力ダウンだよ。セナゴちゃんは、最悪な予想をひたすら繰り出すタイプ？セナにこんな後ろ向きな一面があったとはな。うん。めちゃくちゃ意外。でも、それも込みで、一人のセナちゃんだったんだよね。前向きに考えましょう。解決策はあるはずです。うん、うん、お前、アタマルドに行けるんだろ？僕をオラディンのところへ連れて行け。誰が連れて行くか！なら、力ずくで行くか。ふん。ふん。くしー。ふん。同じ手を二度食うか。マッシーン。く、逃げたか。こっちから行けないのなら、オラディンを引きずり出すしかないな。とにかくなんかしてみよう。なんかってなんだよ。なんかって、はい、何？いや、できないよ。何でもいいからやってみて。まず、ノリだよな。うん。あ、セナー1？ あ、セナー2？ うん。ピシュー。おー！セナー1、2！ おー！おぉ、ワンダー、うん、すごいです。私たち考えすぎていたようね。プシュッ、プシュッ。おぉ、おいで、行くー。プシュッ、
あとはあなただけよ。私は戻らない方がいい気がする。え？確かに後ろ向きの要素がなくなれば超前向きで最強なセナちゃんになるという仮説は理屈としては成り立つがね。今までお世話になりました。さよなら。待って。うまく言えないけど、やっぱりあなたも戻った方がいい気がする。ありがとう。でもそう思ってるのはさよねえだけだよ。そんなこと誰一人、私が言った方がいい理由を言えなかったじゃない。大丈夫。あっちの私にもきっといいことあるよ。自分で決めた道だし。ブーブー。あは。R17 地区に予断反応。了解。ザビューンで行くね。ブクシー。全速力で行くぞ。エクスプレスも来て。プシュ。勢い良すぎだセナ。マシンガンタイ。ででーん。シャー！完成！キングエクスプレスラビューン！ブシュー！ドーン！させるかー！ブシュー！ボコーン！ドンドン！ブシュー！あー！おぉ！ティエティエティエ！なんだ？このスピードと切れ味は？攻撃に一切の躊躇がない。スピード増し増しでめちゃくちゃやるじゃん。へへへ、でしょ。セナちゃん、何やってんだガルザ。簡単に乗っ取れるんじゃなかったのか。まだ勝負はついていない。はー、ドシー、ドドーン。キャリー来て。スモックジョーキーの足元にマシーン。カラリッタ。はっ。おー、もらった。はっ。キャー。そっちに押してくから決めちゃって。よし、わかった。あ、ダメ！そこの車の中に人が！エンジンがかからないんだよ！攻撃中止だ、セナ！下手すると巻き込むぞ！大丈夫！私下手する気が全くしないから！いや、それ前向きすぎるよ！ダメダメ！止まれ！無理無理！今さら止まらない！ダメ！今頃、みんな楽しくやってるんだろうな。セナちゃん！なんで？もし挫折したときは湘南で働くって言ってたでしょ。そうじゃなくて、なんで来ちゃったのよ。聞いて、あなたがいなかったからとんでもないことになっちゃったの。止まれ！無理無理！今さら止まらない！ダメ！あきゃー！
かった。バカ！お前万が一ってことを考えなかったのか？そうだ！ 99% の自信があっても、1% は最悪の事態になるかもしれないんだぞ！そんなこと全然考えなかった。今でも下手する気は全然してない！あ！そのやりとりを聞いて分かったの。セナちゃんが今まで前向きに突っ走ってこれたのは、あなたが万が一に備えて、最悪の事態を心配してくれてたからだって。何？それ。カフェでお目当てのスイーツがなくても、すぐに笑顔で立ち直れたのは、最悪の事態を想定できてたからでしょ？リレーで誰かのアクシデントがあっても優勝できたのは、危機管理ができてたからこそでしょ？セナちゃんが突っ走るためには、あなたが絶対に必要なのよ！じゃあ、私、戻ってもいいんだ。いいんだじゃなくて、戻ってほしいの！ごめんね。戻る！戻りたい！うん。ピシー、ピキーン、ピキーン。おかえり。ただいま。帰ろ。みんなのところへ。ドカーン！うわー！ドーン！うわー！うわー！プシー！ドーン！ドカーン！ドカーン！ボーン！マジか！ふん！プシー！ポー！プッ！キャッチャン！ポー！うわー！ドワン！キャッチャン！プシー！でーん、完成。ジャークキングエクスプレス。あ、エクスプレスが乗っ取られた。ピシッ、ドンドン。ふん、キュイーン。うわドリルアタック、ドン、な、ドン、うわ、さあ、オラディンを呼べ、キュイーン、うわ、うわ、ふん、ドッカーン、ピシッ、ドドン、オラディン様。マシーン、たとえ罠であろうと行かねばなるまい。ハコブ、お前も来い。よどんな、こっちはこっちで決着つけさせてもらうから。はあ、オラディンが来そうな空気なのに邪魔すんな。ひらめきチェンジ。王様を呼んで何企んでるのか知らないけど、あんたを倒せばオールクリアよ。ふざけるな。ふん、おお、ふん、ピシッ、うわ、来たか。はっ、マシンバッタイ、デデーン、完成、グレイトフルフェニックス、キュイーン、どんどん。待たせたな、諸君。オラディンが来た。さあ、
何が起こる？はぁ、ピシピシ。遊びはここまでだ。やっと本番が来た。待っていたぞ、オラディン。まんまと現れたな。よどんな、貴様が私に何の用だ。さあ。うん、え？僕はただ、お前に会えと言われただけだ。何？どういうことだ？こういうことだ。オラディオ。とりあえず今回はこれで。でーん。ヨドン皇帝。これがヨドン皇帝。ヨドンながヨドン様だとは。すべてのマシンどもが揃っての全面対決。この耳でしかと聞き届けた。その返答だ。改めて宣告する。地球は我らが支配する。今すぐにでもこの手で自ら蹂躙してやりたいが、この大地にはまだ淀みが足りぬ。故にしばらくはこの地では、ヨドンナの姿を取るが、我の降臨は近い。その時が貴様らの終わりの時だ。ピキーン、ドカーン、ドンドンドーン、ボーン、ピシー、うわー、が、こんな衝撃は初めてだ。体が痺れて動かない。どうだ、この星も我が淀みに満ち、大地は腐りきってヨドンヘイムの植民地となるのだ。地球にはキラメイジャーがいる。クリスタリアの悲劇を繰り返したりはしない。どちらが正しいかすぐに分からせてやる。ビッシュ、プシュ、プシュ。皇帝陛下は、オラディンをおびき出したのに、まだお見えにならないか。ヨドンヘイムに戻るぞ、ヨドンナ。プッシュ。ほんの一瞬の攻撃で、これだけのダメージが。また現れたら、どうすりゃいいんだ。強すぎる。強すぎる。みんな、恐れてはならない。君たちの英知とキラメンタルが、そして全員の絆があれば、必ず倒せる。そう信じるのだ。よろしくお願いします。前田でした。